あの、はあ、これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。なんだこの腐ったような匂いは。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。これは。したんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっと脳死。え、よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。今は最終選別に集中しないと。
あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。うわあ！なんだよ本当！ただの風なの？風なら風って言ってよ！ほんとそういうのやめて！いきなり風が吹くとか、心臓が口から出てくるから本当に！一人で驚いて、一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし、なんなの、なんなんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやー、今度こそ出たんでしょ。もういやー。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。よし、木が倒れて通れるようになってる。ありがたい、利用させてもらおう。
鬼の匂いが強くなったぞ。血の匂いだ。何か近くにいるような。他の参加者から。あの人も最終選別の参加者だ。あの、俺に話しかけんじゃねえ。言ってしまった。これは？よし。ん？この先から血の匂いがする。なんだ？何が起こっているんだ？すごいな、あの子。鬼と戦ったのに無傷だ。ありがとう。助かったよ。君、名前は？ん？え？なんとも不思議な子だな。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て、炭治郎。お？
この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。これは手形なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。匂いが強くなってきたぞ。